やあ、何か演奏するか。おお、リストの仕事を終わらせてくれたのか。私に渡してくれれば大丈夫だよ。本当にありがとう。二人ともありがとう。これでようやくリストにあったことは全部完了だね。最後の準備は私にやらせてくれ。明日またここで会おう。その時こそフィナーレを飾るパーティーの始まりだ。ダチコ、来たな。お前らのおかげで想像してたよりかなりいい感じの会場になったぜ。かおかげで全てが整った。旅人パイモン、感謝する。おいおい、水臭い態度だな。全然ロックじゃないぞ。チビスケ、飲み込みが早いじゃねえか。ところで、今夜はお前も舞台に上がって俺様と勝負したいそうだな。おいら適当に言ってみただけだぞ。まったく、ドボルザーこのやつ。ビビってんだろ。なんせこの俺様は新たき豪華会を連覇してる男だからな。違うぞ、オイラは謙虚なんだ。謙虚さはロックだろ。オイラは誰よりもロックだぜ。なら俺様と勝負しよう。おう、受けて立つぞ。誰がお前なんかにビビるもんか。はん。あっちの方は完全に行き詰まってるんだよな。五郎の兄弟は知らないって言うし、稲妻城の方で調査してた守たちも何の情報も聞き出せなかったらしい。まさかあの犬本当に天守閣にいるってのが。なんでどこにもいないんだ。勝手に天守閣に忍び込んだりするなよ。さらに迷惑がかかるんだからな。そうだな。あいつに面倒かけてばっかりいたらいつか本当に雷に打たれちまってもおかしくないぜ。だから今回はあそこの敷地内に文字を書いた紙切れを投げ込むだけにしておいた。ライレイ将軍が気づいて犬を渡してくれることを祈ってるぜ。おいおい、それも十分危ないだろう。鹿の院同心の推測は正しかったようだ。あれはただの噂話だったのかもしれないな。まったく残念だぜ。さて、時間もやべえし、俺様はこれから場所を見つけて今夜のために練習してくるぜ。ちびすけ、歌詞と楽譜はあっちの楽曲練習エリアに置いてある。夜の本番までに逃げようなんて気を起こすなよ。いい気になるなよ、牛使い野郎。どっちが一番ロックか見せつけてやるぜ。それじゃまた夜に。後でオイラも楽曲練習エリアで練習するぞ。イットのやつなんかに負けたくないからな。そうだ、今回はかなり多くの招待状を送り出したんだが、すでに招待客の一部が到着している。
さっきあんたについて聞かれたんだ。会っていかないか。おお、荒滝派が誘った奴らってことか。一体誰がいるんだろうな。早速会いに行こうぜ。こちらのひなさんですが、なんだか見覚えがあるような気が。服装もどこかで。サンゴノミア様、俺もそんな感じが。この見た目はまるで。まるで？カラー、ココミ、久しぶりだな。本当に久しぶりだ、旅人、パイモン。お会いできて本当に嬉しいです。先ほども忍さんのところでお二人を探していたんですよ。まさかお前たちも荒滝派の音楽祭に参加しに来るなんてな。大したことじゃない。この前月刊漢字でこれに関する相談を受けたから力を貸してやろうと思ってな。まさか相手があの荒滝一斗殿だとは思わなかったが、それに三五宮様もこの件をすごく応援してくれたんだ。ええ、異国由来のロック音楽祭というからにはきっと観光客を大勢招くことができるでしょう。それに命という主題もなかなか有意義です。テーマは戦場に現れてた犬だって聞いてるぞ。でもその犬はただの噂だったみたいなんだ。お前らこのことについて。多少耳にしたことはありますが、詳しい情報は把握しておりませんね。うん、俺も同じだ。即答かよ。荒滝一斗殿にも聞かれましたから、私たちもぜひお力になりたいと思っていたところなのです。そう、そうなんだ。その実はこっちからも尋ねたいことがあるんだが、このひなさんという人物なんだが、見覚えがあると思わないか？どうにも見たことがあるような気がして。それは思い出せないか？まあまあ、少し顔に馴染みがあるような気がしただけじゃないか。旅人だってお兄さんとよく似てるしな。よくあることだし、全く気にする必要ないぜ。なるほど、それも一理あるな。旅人、さっさとここを離れようぜ。来たね。手紙を送ったんだけど、ここ何日かで届いてたかな。お、もしかしてお前もう解決の糸口を見つけたのか。少しだけね。ただまだ最後の部分が足りないんだ。今はまだ断言できないな。けど僕はこの噂にはシャブ行とサンゴノミアの両方が関わってると思う。シャブ行とサンゴノミアが？戦の時にか？そんなに興奮しないで。まだ推測の息を出ていないんだからさ。奉行所にはもう手紙を送ったから、もうしばらくしたら返事が来ると思う。大和田与力なら必要なものを見つけ出してくれるはずさ。だからここはもうしばらく待っててくれ。夜の一途の歌をどうしても見逃したくないんだよね。これがなければとっくに奉行所に戻ってたよ。へえ、想像以上に見どころ満載になりそうだね。ここに残ってやっぱり大正解だったな。果たして今夜、神の口は花見坂ロック大魔王を破って神の喉になれるかな。あはは、そっか、楽しみに待ってるよ。お前ら、またオイラに変なあだ名をつけるなよな。
さすがだね、宵宮。花火をこんな遠いところまで運んでくるなんて。この前、祭りのために花火を用意するって、イットと約束したさかい。約束破ったらあかんやろ？よ、トーマ、よいみや。おお、旅人、パイモンちゃん。あんたらも来てたんやな。これは、ちゃんと荒滝派に礼を言っておかないとね。このお祭りの開催がなければ、一体いつ君との再会を果たせていたか。ちゃんと今の聞いとった？なんで長い付き合いの友達に会いに来てくれへんのって、トーマはあんたらに文句言うたんやで。その通りだ。旅はもちろん大事だけど、疲れたら戻って休むことも忘れるなよ。俺たちが温かく迎えてやるからさ。気使わんでええって。そや、おもろいこと教えたるわ。イットから聞いてんけどな、今回の音楽祭は戦場で動物たちを助け取ったワンちゃんがテーマやねんて。めっちゃすごない？情報通のトーマ先生はこれ知っとった？おっと、これはさすがに難題だな。俺は重要見物と交友関係を結べていなかったらしい。だけど、もしその噂が本当だとしたら、きっと渡辺島と関係があるだろうね。だってどれほどすごいやつだろうが、何の痕跡も残さず戦場に現れたり消えたりするなんて、後を消してくれる誰かがいないと無理なんじゃないかな。そして俺の知ってる限り、幕府軍の方にそんなものはいなかったはずだ。つまりあれは戦場で動物たちを助けるために三五宮軍が飼ってた犬ってことか？ちょっとおかしない？戦やーって時にわざわざ犬飼うてまで動物助けるなんて、三五宮軍にそんな余裕あったんかな？じゃあ三五宮軍じゃなくて幕府軍の方が飼ってたんだな。まあ、だからあれはドボルザークさんがでっち上げた物語だって線が濃厚だと思うな。きっと何かを伝えたかったんだよ。あの人ってロックアーティストなんだろ？ロックで俺たちにはわからない何かを表現しようとしてるんじゃないかな。花火を見るときと一緒で、言葉にするんちごて、ただ感じるだけでってこと？うん。おいら、なんかまたちょっとわかった気がするぞ。やっぱり宵宮も芸術家なんだな。花火芸術家だ。そしたら今日の夜は、うちっていう芸術家のショーを見逃さんといてや。まさかこんなにいっぱい友達が来てるとは思わなかったぞ。オイラもちゃんと練習しておかないとダメみたいだな。でないときっと夜に恥をかく羽目になる。なあ、早く楽曲練習エリアに行こうぜ。やっぱりまだここにいたな。ああ、今日の夜使う設備と楽譜と歌詞のチェックをしていたところだよ。忍さんから聞いた話なんだが、どうやら娯楽小説というのが稲妻では大人気らしい。だから旋律と歌詞に少し手を加えて、より荒滝派らしく娯楽小説っぽく仕上げてみたんだ。ロックと娯楽小説、娯楽ロックってことか。それほどがっつり変えてはいないよ。ただ例の犬の部分をイットさんの好きなオニカブトムシに変えただけさ。今回のイベントを開催できたのはイットさんの功績が大きいからね。お礼と言ってはなんだが、彼に感謝を伝えたいんだ。え？犬の部分を消したのかよ。でもあれって今回の音楽祭のきっかけじゃなかったのか？きっかけに過ぎないからこそ消したんだよ。オニカブトムシに変えようが、君や私に変えようが、たとえその他の何に変えたとしても、込められた精神は変わらないさ。
神？何の精神だ？そうだね、ロックの精神かな。説明になってないぞ。まあまあ、心ゆくまで音楽を感じられればそれでいいということさ。わかったぞ、ドヴォルザー浩二さん。でもまずはオイラに音楽を感じさせてくれ。オイラ準備しないとなんだ。今日の夜、牛使い野郎一人に注目されちゃったら困るからな。もちろんだ。パイモンさんも舞台に上がる決心がついたようだね。さあ、これが楽譜と歌詞だ。実に楽しみだな。ひひ、どれどれ、歌の名前は最強鬼カブトムシに転生して世界をひっくり返してやったって。なんだこの変な名前、これがロックなのか。娯楽ロックさ。お前はまだ見ちゃダメだ。楽しみに待ってろよ。夜になったらオイラが直々に歌ってやるからな。牛使い野郎なんかよりオイラの方がずっとロックに決まってるぜ。レディース&ジェントルマン、今夜は祭りの夜だ。悲しみの感情なんて捨てて存分に楽しもう。さあさあ、盛り上がってきたロックの夜、最高の敬意を持って今夜の大トリを飾るゲストの2人を紹介させてくれ。ミスター新滝一斗、ミスパイモン。歌ってくれるのは今回の祭りのフィナーレを彩るテーマソング、最強オニカブトムシに転生して世界をひっくり返してやった。どうぞ。カラス、タヌキの化ける日も消え去る。なけなしイタチさんの遺産、父さん母さん財産。ブイヨワニ財産。おっ、うまい。これがロックやねんな。うちが想像してたんとちょっと違ったわ。俺が前に聞いたものとも違ったな。多分新しい形のロックなんじゃないか。どうだった俺様の歌は。チミスケなんざ敵じゃなかっただろう。調子に乗るなよ牛使い野郎。お前の方
うちは二人ともめっちゃすごかったと思うで。うんうん、俺たちも見聞が広がったよ。互角だったと言ってもいいだろう。本当か、ダチコ。お前はどうだ、俺様とこいつどっちがよりロックだったと思う？本当か？本当にそんな風に思ってくれてるのか？よし、俺様は信じるぜ。ダチコは人を騙したりしねえからな。だから俺様はここで認めてやる。チビスケ、お前ロックだったぜ。まあまあ、勝負にそこまでこだわることはないだろう。イットさんもパイモンさんもとても心に響く歌だったよ。みんなの助けなしにこの音楽祭は開催できなかっただろう。どうお礼を言えばいいか。ザークの兄貴、水臭いこと言うなって。お前に出会えてなかったら俺様はロックの精神のロの字を知らなかったんだぜ。ロックの精神って何？ロックにも精神があるん？何事にもロックをかけるようにする精神だ。俺ら荒滝派みてえにな。全然違う、ドボルザークおじさん。正しい答えでこのうぬぼれ屋を打ちのめしてやってくれ。正しい答えか。ロックとは一種の感情だ。そして一人一人が感じたことすべては過去の自分が語る感情であり、ロックなんだと私はそう思うよ。そうだったのか。ロックの精神っていうのは歌に出てきたオニカブトムシみたいに、どんな困難に遭遇してもひるまず真正面からぶつかる勢いなんじゃないかって俺はさっき感じたな。俺の感性が悪いわけじゃなさそうでよかったよ。じゃあ良い意味やわ。うちは実は歌であの犬のことを聞けると思っててんけどな、結局出てこうへんかったやろ。だからうち考えてみて、あれにも何か深い意味が込められてるんちゃうかなって。歌にあの犬がおらんちゅうことは怪我した動物もおらんってことやろ。ほんで怪我した動物がおらんちゅうことは戦なんかあらへんかったってことや。戦がない、要するに世界平和や。おお、良い宮のロックの精神は世界平和だったんだな。私か？私はそこまで深く考えてなかった。親分は今回紙切れを天守閣に向かって投げただろ。あれのせいで天領奉行に逮捕されたらどうするかってことばかりが気がかりで。つまり忍さんのロックの精神は荒滝派を守ることなんだね。忍、そんなどうでもいいことを心配する必要なんてねえって。もしあの紙切れが雷電将軍の目に入ってたなら、今頃きっと俺様たちの祭りに参加しに来てたはずだからな。オイラも大丈夫だと思うぞ。大丈夫じゃないんなら平蔵はとっくに牛使い野郎を捕まえてたと思うしな。あれ、そういえば平蔵はどこに行っちゃったんだ。それにココミとゴロウもいないぞ。ああ、鹿の院同心は奉行所に休養ができたらしく、挨拶する暇間もなく向かわれた。だが立つ前にあんたたち宛にあるものを残していったんだ。あっちに置いてある。渡積島の二人からは夜に政務会議があるから先に帰るとの伝言だ。そんなにお忙しいのに祭りに参加してくれたとは。どうやらイットさんの言っていた通り、荒滝派はなかなか広く名を馳せている組織なんだね。イットさん、今回はあなたと協力できてとても光栄だった。ザークの兄貴、俺様に感謝してくれるのもいいが、旅人のことを忘れちゃいけねえぜ。今日はこいつ目当てで来てくれた奴らが
かなり多かった。だからもし次があんなら、絶対にこいつを舞台に上がらせた方がいいぞ。どうだダチコ、今度はお前のロックの精神を見せてくれよ。三五宮様、例の天領奉行の探偵は何やら。ゴロ、あまり気にすることはありません。犬コロ商会はこちらと社奉行の共同計画です。人目を避けて活動できるならそれが一番ですが、あくまで目的はそうではありません。少なくとも当時救われた命があった、それだけで十分です。いえ、三五宮様の名声を心配しているのです。何せ当時救った負傷者の中には幕府軍の人間もいました。これをネタによからぬことを企む輩がいたら。心配しないでください。むしろこれが転じてきっかけになるということもあり得るでしょう。きっかけ？今私たちと鳴神島は共存の道を歩んでいます。戦の折こちらと社奉行が成したことを知られることは必ずしも悪いことであるとは言えないかもしれません。なるほど。ゴロ、私からの助言です。人のことを心配するよりひなさんのことをもっと気にかけた方がいいと思いますよ。え、ひなさんですか？ひなさんも月刊漢字で役を務めていて人気が高く容姿端麗だと聞いています。人を慰める天賦の際もあなたに負けないほどだそうです。ですからあの方はあなたのライバルとなる存在だと言っても過言ではないでしょう。三五宮様、承知いたしました。引き続き精進してまいります。水の国のロック音楽とやらがまさか雷光を引き起こせるものだとは知らなんだ。巫女、数日前おかしな紙切れが敷地に投げ込まれました。犬を渡せと要求されたので事の次第を確かめに来ました。ペットを飼う趣味でもできたのかと思ったぞ。それにサラからも招待状を渡されたのです。荒滝という名に覚えはありませんが、民の願いならば答えてやるのが筋というものでしょ。鬼族のわっぱに答えるか。こっちのフォンテーヌの音楽家の方にはどう答えてやるのじゃ。奴の音楽はどうやら戦にまつわる意図を含んでおるようじゃぞ。戦？私の答えも完璧なものではないかもしれません。ですが戦は二度と起きるべきではないものであると、それによって人々が苛まれるべきではないと今の私は知っています。ふむ。じゃが、もっと大きな戦が襲ってきたらどうじゃ。避けられない戦であれば、この身で受けて立つのみです。じゃがまあ、もしいつか本当にそんな日が来たとしても、今夜訪れた者どもは必ずや汝の味方になってくれるはずじゃ。